プレイワンソングしのぶえ。しのぶえ奏者の井上真美です。一曲解説シリーズにようこそ。今回は十ヶ谷お月さんパート2です。二重奏に挑戦ですよ。前回十ヶ谷お月さんのメロディーをしましたので、まだご覧になっていない方は先にそちらを見るということをお勧めいたします。では早速始めましょう。この曲は明治18年東京でお生まれになった元織長代さんの作曲です。元織さんは皆さんのよくご存知の曲、七つの子、青い目の人形、赤い靴、汽車ポッポなど、可愛い童謡を数多く作曲されています。十五夜お月さんは、ちょっと悲しい曲ですね。ですから、前回の動画では、しみじみ、切なさ、儚さという感じが必要ですね、という話をしました。こちらはメロディーの楽譜です。演奏するポイントとしては、ゆっくりと優しい音色で吹くことが大切になります。そのためには、息のスピード、息の太さが関係してきますよ、という話もしていますので、前回の動画も参考にしてくださいね。では、まずは、メロディーのおさらいをしておきましょう。この曲は4分の4拍子です。構成は前奏4小節。1番、2番、3番と吹きますよ。1番と2番は同じメロディー。3番はラスト2小節が違います。リピートはこの2小節となります。では、音楽に合わせて一緒に吹いてみましょう。できましたか？では、今回はこちらのハモリの楽譜を使います。まずは構成を見てみましょう。メロディーと同じく1番、2番、3番です。1番はこの8小節でメロディーですよ。つまりメロディーパートとユニゾンとなります。
2番は、途中から合いの手で入る形です。3番は、この部分ですね。そして、リピートは、この2小節となります。まずは、2番8小節を見ていきましょう。見やすくするためにこの部分を大きくしましたよ。1小節目は4拍休みで、2小節目2拍聴いてから合いの手で入り、3小節目のミへとつなげます。1拍休み、つまり息継ぎとなりますね。4拍目のファから4小節目、5小節目とつなげましょう。息継ぎはここです。そして6小節目から最後までつなげましょう。7小節目の3拍目、4拍目、ここで盛り上げますよ。では一度クリックに合わせて吹いてみますね。この時、メロディーがどうなっているのか照らし合わせてみましょう。まずは、この部分。4小節です。赤色がメロディーです。メロディーの2小節目の3拍目、ファの音と同時に合いの手が入ります。はじめは優しく入って、山を作る。メロディーより浮き上がる感じです。この合いの手の入るタイミングが難しいですね。メロディーをよく聞いて入りましょう。そして、4小節目のメロディーは、シの音が4拍伸びています。この部分のハモリの2拍目、ここで、盛り上がる。ここもメロディーより浮き上がる感じですね。次にこの部分を見てみましょう。先ほどの4小節目からミが続いているので、この音は指打ち。ミの音が4拍伸びていますね。この間にメロディーが聞けると、良いですね。息継ぎはここでしたよ。3拍目、4拍目は優しく吹き、次の1拍目、2拍目も優しく吹くことによって山が作りやすくなります。メロディーより浮き上がる感じでしたね。そして山から降りてきた実は、静かに着地です。ではもう一度クリックに合わせて吹いてみますね。次はこの部分。
3番を見てみましょう。1小節目から2小節目の2拍目までは、音が2拍ずつ伸びています。息継ぎの後、合いの手が入ります。メロディーよりもハモリが浮き上がるところですね。そのまま息を切らずに、つなぎましょう。また、息継ぎの後に合いの手が入ります。メロディーよりも浮き上がるところです。息を切らずにそのままつなげ、息継ぎの後に再び合いの手が入り、音をつなげるのですが、7小節目の3拍目からは再び盛り上げて、メロディーよりも浮かび上がらせ、山が降りてきた後は優しく着地です。メロディーとの関係がわかるように、メロディーと並べた楽譜を使いましょう。赤色がメロディーラインなので、黒の楽譜を使いますよ。一度クリックに合わせて吹いてみますね。1小節聴いてから入ります。できましたか？では、音楽に合わせて吹いてみましょう。1番、2番、3番と続けて吹きますよ。改めて構成は、前奏4小節。1番、2番、3番。リピートは、ここ、2小節です。一度吹いてみますね。楽譜を目で追ってみてください。一緒に吹いてみましょう。音楽流しますね。
できましたか？二重奏は楽しいですね。でも、相手の音も同時に聞くって難しいですね。では、最後にメロディーとハモリの楽譜を同時に出しておきますね。私はメロディーを吹きますので、ハモリパートに挑戦してください。1番はどちらのパートもメロディーですよ。ですので、1番は同じ楽譜を使います。2番はここ、ハモリパート。3番はここですね。では、音楽入ります。さて、次回のレッツプレイワンソングしのぶえは、肩叩き、お楽しみに。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。